僕はひねくれた人間だ。それは自分でも分かっている。だってまともな人間ならこんな仕事してないよ。子供の頃は普通だった。 2,3 人人を殺したけどね。でも死体は見つかってないから大丈夫だ。あれは僕が12か13かあるいは14歳の時だったかもしれない。僕は物を書き始めた。当時僕が住んでいたのはテキサス。毎日毎日いろいろな空想をしては退屈を紛らわせていたんだ。自分が家から逃げ出す話ばかり書いてた。お金で家出をせずに済んだのかもしれない。現代によみがえったクラシックホラーのヒーローたちをご紹介しよう。フランケンシュタイン、狼男、そしてドラキュラだ。舞台はイギリス霧の都ロンドン。数多くの傑作ホラーを生んだ場所である。ホラー映画の中のモンスターたち、スクリーンから飛び出してきてあなたを襲い、眠りについたあなたの夢の中にまで忍び込む。フランケンシュタインや狼男、そしてドラキュラ。1978年、ジョン・カーペンターは今までにない全く新しいタイプのホラームービー、ハロウィンを監督。モダンホラーの新境地を開拓した。彼の作り出したモンスターはその名をマイケル・マイヤーズ。もちろん従来の殺人鬼とは桁が違う。マイケルこそは闇に潜む不死身の殺人マシーン、ブギーマンなのだ。そして最も恐ろしいことに、ブギーマンは実在する。僕のハロウィンは基本的にはそう、真昼の決闘と同じさ。無法者の悪役がいて、そいつがゆっくりとこっちへ歩いてく。奴が来るぞ、もうじきだ、すぐそこまで来てる。はとうと来た、観客は興奮するだろう。マイケル・マイヤーズは決して死なない。しかも、誰の心の中にも容易に入り込んでくる。彼は邪悪で非人間的な悪魔なんだ。人は皆心の片隅でいつも恐れを抱いている。誰かがどこかで私を狙っているってね。その誰かというのがマイケル・マイヤーズなのさ。Hello? All right, Annie. First I get your famous chewing, now I get your famous squealing. Annie!どんなに恐ろしいホラー映画でも、それを見ている観客は絶対に安全である。これがホラーのルールであり、人気の元でもあった。しかしハロウィンはそのルールを破ってしまう。この映画の持つあまりの恐怖に、人々は自分の隣人さえ信用できなくなってしまったのだ。主役の一人、ジェイミー・リー・カーチスが見せる迫真の演技が、人々の恐怖にさらに拍車をかけた。ブギーマンは不死身なのだ。マイケル・マイヤーズだけではない。ヘルレイザーの魔導士たちもまたホラーの歴史を塗り替えたモンスターだ。究極の快楽と苦痛を支配する魔導士たち、その彼らを生み出した男こそ、イギリスのスティーブン・キングとも言われる作家、クライブ・バーカーである。ヘルレイザーは彼の監督デビュー作だ。究極の快楽を得ようとして暗黒の世界に入り込んでしまう男の話なんだ。男は全てを犠牲にしてまでその快楽を体験しようとした。そして最後は滅びていくんだ。
thought I'd gone to the limits. I hadn't. The Cenobites gave me an experience beyond the limits. Pain and pleasure, indivisible.魔導士というのは美しく洗練された快楽とその裏にある苦痛とを知り尽くした永遠のエキスパートのことさ。We have such sights to show you.観客がこの映画を見て恐れおののきながらも同時にエレガンスと美を感じたとき、そこに素晴らしい瞬間が生まれる。その大いなる矛盾こそこの映画の面白さなんだ。ヘルレイザーとその続編ヘルレイザー2は、正常な感覚では到底想像しえない全く新しいグロテスクホラーと言えよう。So eager to play, so reluctant to admit it. I've come for my father! 魔導士たちは主人公フランク・コットンを追い求め、地獄の底からやってくる。そして偶然、地獄の扉を開けてしまった美少女カースティにも、魔導士たちの恐ろしい魔の手が伸びるのだ。カースティ、We thought we'd lost you. So sweet of you to come back. How can it send us back, child? We're already here. And so are you. Don't be naughty, Kirsty. Or I'll have to punish you first. Perhaps you'd like that. Now all we need is skin.そしてここにもう一人、プリンス・オブ・ホラーと呼ばれるモンスターがいる。監督ウェス・クレイブンが生み出したヒステリックホラーの傑作、エルム街の悪夢の主人公フレディ・クルーガーである。眠っちゃいけない、眠ると夢に殺される。このキャッチフレーズの通り、フレディは夢の中であなたを襲うのだ。トレードマークの鉄の爪、二目と見られぬケロイドマスク、そして異様な笑い声と不気味なユーモア。フレディが一躍人気のモンスターになったのは、俳優のロバート・イングランドの力によるところが大きい。フレディはエルム街に住む若者や子供たちの夢の中に巣くっている。彼らが眠りに落ちた頃、フレディは夢の中に現れ、犠牲者たちを次々と血祭りに挙げていく。それは自分を生きたまま焼き殺した大人たちへの復讐なのだ。この異常ともいえるフレディブームには、彼の生みの親である私自身も正直言って驚いているよ。This is just a dream. He isn't real. He isn't real.ホラーというものを、私は何かとてつもなく恐ろしいものを自分の支配下に置きたいという精神的な欲求の表れだと思っている。It is now 12 midnight, and this is station KRGR leaving the air.
ダンホラーの終作の中にはロンドンを舞台にしたものが少なくない。狼男アメリカンはニューヨークから旅行にやってきた2人の若者が狼男に襲われる話である。1人は即死、もう1人は一命を取り留める。だが今度は彼自身が狼男に変身してしまうのだ。特殊効果を担当したリック・ベイカーはこの作品でアカデミー特殊メイキャップ賞を受賞した。I didn't mean to call you Meatloaf, Jack.狼男に変身した主人公は町へ飛び出していく。そして人々を恐怖のどん底に突き落とすのだ。スペースヴァンパイアの監督は悪魔の生贄でおなじみのトビー・フーパーである。ハレー彗星の尻尾に乗ってロンドンに舞い降りたスペースヴァンパイアが人間の正気を吸い尽くす。やがてイギリス全土がパニックに。正気を吸い取られた人間はみるみるミイラ化してしまうのだ。Bodies in London. Where in London? Thank you.
can't say we're pleased to meet you, Mr. Kessler. What shall I do? Suicide. You must take your own life. That's easy for you to say. You're already dead. I would say that 邪悪な心というのは何も生み出さないと思う。でもいけないことをしてみたいという欲求は常に我々の中にあると思うんだ。そしてその欲求は次第に脅迫観念となって迫ってくる。何度も何度もね。スタンドという映画にランドール・フラッグという男が登場する。彼は悪魔の化身なんだ。だから悪事に手を染めるのが楽しくて仕方ない。でもその彼でさえ悟るんだ、自分のしてきたことの意味をね。ネオンが綺麗なのは夜の間だけなのさ。ここでハリウッドのスクリーミングクイーン、リネア・クイグリーに登場願おう。その次は医者を主人公にした作品を3つ。命を救う医者もいれば、命を奪い取る医者もいるのだ。リネア・クイグリー、スクリーミングクイーンの異名を取るこのセクシーなブロンド美人は数多くのホラー映画に出演してきた。核変異体クリーポゾイド、ザ・インプ、女切り裂き教団チェーンソー・クイーン。そしてリネアは87年、悪霊たちの館、呪われたハロウィンパーティーで悪魔に取り憑かれた無邪気なティーンエイジャーを演じた。Come on, we don't want to be late to our own party. Come on, your face looks fine. I've never seen anybody spend more time in a mirror. Relax, I just want to look good for the boys. You did remember to invite some cute boys to the party, I hope. Of course I did.バタリアンでは墓石の上でヌードで踊っているとゾンビに食べられちゃうっていうバカな役よ。その後蘇るんだけど自分もゾンビになっちゃってるから今度は他の人をバリバリ食べちゃうの。悪魔のサンタクロース残殺の斧ではサンタと戦って挙句の果てはトナカイの角に串刺しよ。女切り裂き教団チェーンソークイーンでは電動の子でもって相手をバラバラに料理しちゃう役だったし、それにウィッチトラップではシャアの先っぽが喉にぶっすり突き刺さるの。 I don't believe this. ヌードになるのはいつだって嫌よ。作品の中で重要なシーンだとか必然性があるのなら仕方ないけど、ラブシーンもなるべく避けるようにしてるわ。だってあんまり得意じゃないもの。それにポルノも遠慮するわね。Run, Judy! Run, Judy, run! Run, Judy, run! See, Judy, run!
アイオワにいた頃はいつも夜遅くまで起きてて、テレビの深夜放送でホラー劇場なんかを見ては大いに盛り上がったものよ。モルグ街の殺人やワックスミュージアムもお気に入りね。震えながらもじっくり見ちゃうの。きっと私そういう種類の映画が好きなのね。悪魔の生贄なんてもう大ファン。ぜひ一度出てみたいわ。私決してくだらない映画にばかり出てたわけじゃないわ。白いドレスの女を見て、本当に怖いんだから。とある奇妙な一家を助けるためにやってきた魔女ブラッド・ナスティで、リネアはそんな役を演じている。 There's a pole and a shovel and a graveその一家の頭痛の種はこの息子。なんと太いパイプが一本腹に突き通っているのだ。Catch you later, please. Roy?Maybe we should call a plumber. What happened to your hand? Manicure accident. Cut it down.わかるかしら。ものすごく怖くて、でもその恐怖の持って行き場所がないとき、自分の中にたまったこれ以上抑えきれない恐怖のエネルギーを吐き出すために私は叫ぶの。それは多分こんな感じかな。純粋な恐怖の叫びよ。今のが純粋な恐怖の叫び。もう一つはそうね、あなたの彼氏が頭をちょん切られて死んでいるのを見つけたとき、こんな風に叫ぶといいんじゃないかしら。こんな感じかな。 Indeed, I'm shocked. Shocked to find so much distrust from one so young. Don't matter to me. リネアはデビッド・デュートの監督する作品に多数出演している。そして今彼女はデュートの作品でプロデュースも手掛けるようになった。これはその一つ、ザ・インプだ。女子寮の仲良しグループがボーイフレンドたちと一緒にボーリング場で巻き起こす大騒動を描いている。Maybe you better give me that lighter back. I can handle it, see? There. Come to play? Bet you don't have much fun as Lisa did. Look, Calvin, the bottle. I'll get it. Come on, honey. Just you and me. You're
Why? Ow! Come on, honey. Go ahead. Throw it. Throw it. Ooh, starting to enjoy this as much as I am, huh? Not half as much as I will in a second. Oh, yeah? Yeah, Babs. Babs, how about a cocktail? Thanks. What a stench, huh? It's too bad we had to kill her. What? I really like the outfit she had on. フランケンシュタイン博士が新しい生命、人造人間を作り出すことに成功すると、多くの科学者たちが彼の研究を盗み出し、我が物にしようと企てた。そのほとんどは失敗に終わったが、それでも決して諦めようとはしなかった。彼らの実験台になった哀れな犠牲者たち。墓場から掘り出した死体もあれば、生きたままのことさえあったのだ。さあ、心の準備はいいだろうか。今から皆さんを狂気の世界、マッドドクターたちの手術室にご案内しよう。思わず目を覆いたくなる惨劇の数々。何が彼らをそこまで追い立てたのだろう。未知の世界を征服したいという医学者としての本能だろうか、それとも彼ら医者はもともと我々とはどこかが違うのだろうか。ドクター・ゴア治療の生態実験では、マッドドクターが死んでしまった自分の妻を完璧な女性として生き返らせるために何人もの若い女性を切り刻んでいくのだ。彼の望み通り妻は生き返る。しかしその妻は目にした男全てを誘惑する淫乱な女として生まれ変わったのだ。Blood extracted will later be re-administered at the end of the operation. No. 人間解剖刀ドクター・ブッチャーは太平洋に浮かぶ孤島を舞台にした実に忌まわしい作品である。 Please, I beg you. この医者は腹を空かせた人食い人種が外を駆け回っている時に危機として脳の移植手術を行うのだ。 No.No!
Patient scream disturbing me. Performed removal of vocal cords. I will now administer a second injection to maintain patient's consciousness. Venture to traverse a new frontier in science. I'm about to transplant the brain of a young female into the body of a male who's been dead for 10 days. And as for you, I guarantee that you also shall live like the other beings I have already created. ファイブス博士は名外科医であり、かつ有名なオルガン奏者でもあった。しかし悲惨な交通事故が博士の運命を狂わせる。妻が手術の途中で死に、自らも瀕死の重傷を負うのだ。顔の傷をマスクで隠し、博士は復讐を誓う。ファラオの呪いを使って妻の手術に失敗した医師たちを殺していくのだ。There to love and sleep again.